若すぎるなとは感じますね。これでなんか。そこは感じなかったんですよ。好きなものとか、目指したいものがすごく似てるっていう、そっちのが自分の中で大きかったので、私もまあヨガやってたりとかするのもそうなんですけど、結構その健康オタク的なところが二人の共通点でもあったりして、もう会った時から波長が合うというか。最初多分27か8ぐらいかなと思って話してたので、でも見た目が若かったので、それで後で聞いて、びっくりしましたね。ちょっとこんな上なのかみたいな感じで、はい、びっくりしました。見た目との年齢のギャップが大きいなっていうところにびっくりして、ま、ですけど僕は元から年齢とか性別とかなんか数字とかそんなに気にせずに、ま、経験値だけの違いだと思ってて、人柄とか元々持ち合わせたものって年齢とかだけじゃ話せないなと思ってるので、うん、気にしたことないですね。はい。